今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあこの第1試合ということで間もなく始まります。はい、さあ今あれがかかりました。島村智弘選手です。勢いですね。2ポイント連取。これ島村選手の得ですね。フレッシュと言われる飛び込むような形の攻撃スタイルですね。はい、フレッシュですね。おっと3ポイントかかって、ちょっと島村選手が、はい、ピクッと動いてしまったので、足切り直して、ボクシングという、ね、スポーツはこういった練習練習という流れがあって、その流れの切り方もね、はい、それぞれいろんな手段があります。ここもさあ5ポイント連取、5対0となっています。ここは流れを切っていきたいストリーツカイト。返して、まあ、ここから、ね、つないでいければ ね、 そうですねと思うんですが、まあね、ここまで試合は進んでしまっていて、すごい早い試合展開ですね。ですね、なかなかこ う、 うまくタイミングつかめてな い、 こう向かって左、はい、ストリート選手ですね。で島村選手はですね、はい、ディフェンスをパラードというですね、エンデーカップにかける思い、思惑、自分の試したいところっていうのは少し見えてきてるかなと思う、ね。いいですね。1ラウンド目終了になりますんで、なんとしてでも少し8点に近づけて終わりたいですね。はい、これは島村選手が少し選手も見せたいもの、今まで自分が取り組んできたもの、思いっていうのはね、また違ったね、特別な思いありますよね。あると思いますね。これも先ほどの8点目と同じような形ですね。少し合わせ気味になってしまってます。はい、9対3。そしてストリート選手アクティブに入った分、攻撃権を取って、ストリート選手のアタックっていう形ですね。はい、これも同じ、少し、はい、その中での駆け引きですね、戦術のやり取りっていうところが注目です。はい、コントラアタックといって、ストリート選手の攻撃です。点差2点縮まりました。まくってきてますね。ストリーツカイト選手の流れになりつつあるか。これは先に出ましたね。再び2点差、10対8となっております。さあコメント欄ありがとうございます。川西さん、どっちも頑張れと。レフェリーだと思いますよ。なかなかこう難しい微妙なところをジャッジしなきゃいけないので、はい、まあ、ビデオ判定という、ね、試合をということで進んでいきます。さあこれは一本一本大事にしていきたいところですよね。はい、ここ同時攻撃ということで引き分けの判定です。試合開始ポイント練習の島村選手に対して変化を続けて、攻め方を変えて、早く出ると攻撃権が取りやすくなるので、はい、やっぱり良いスタートもすごい大事ですよね。このパラードリポ、さあここは仕切り直します。コメントありがとうございます。タカさんですね、カイトさんの頭の良さが出ていると書いてありますが、これは頭の良さ本当でしょうか。そうですね、いいですね、そういったコメント好きですよ。すごくいい勝負です。どんどんください。これは飛び込んでいったが、さあ判定、少し時間がかかって悩んだことでしょう。選手がかぶって定位置につき、あ、変わりましたね。判定くだされ、本当に、ね、スポーツマンシップといいますか、すがすがしいですね。お互いのいいプレーを讃え合う。早い、見てる側としてはですね、一本勝負が見たいんですけどね。これは飛び込んでいったんですが、最初のですよね。さあ間もなく始まります。今あれ、はい、パンツみたいなの入ってですね、インスタグラムよく上げてるのは多分そのことなんじゃないかと思うんですけど、S よしきさんというのはやはりストレッチ2海田選手のファンですか。
やはり先ほどの男子の選手に比べるとやはり女子の選手はスピード感はどうしても劣ってしまう部分はあるんですが、さあこのね女子のサーブルというところで、審判員ここね女性の方がね当たっていますが、はい、あの男子の試合もねよく裁かれてはい、まあ、こういったね女性の方がね選手だけでなくこういったところでも活躍できるっていうのはこのフェンシング協会ねすごいいいところですよね。そうですよね、なかなかこう試合がない中でレフェリーの目というのもやっぱりこう落ちてきてしまうので、大会でですね、レフェリーのレベルもどんどん上げていくっていうそういう意図もあるんじゃないかと思ってます。さあ仕切り直しということでコメント欄見ていきましょう。 TI さんまたねコメントありがとうございます。両者とも足を黒すぎに構えていますがこれが安定するんですかと徳永さん。後ろ足の蹴り足が、出やすかったらそれでいいと思うんですよね。クロスじゃない選手もいるので、はい、なのでそこはもう選手によると思うんですけどこの両選手に足がこう一直線上にあるような、はい、そういうイメージで構えられてると思いますね。なるほど解説いただきました。先ほどのね第一戦もねありましたストリーツカイト選手休憩の間にいっぱい切り替えたというね話もありました、はい、さあここは吉と出るかおっとここはお互い剣重なってしまって2つ目の突きが江村選手のシングルランプでしたね。ここはさあポイント取ったのは福島志保美これで7対5。相手にこう切りつくというより切るので、はい、だからだと思うんですけどね。なるほどありがとうございます。さあ始まりました。微妙なところ分からない福島選手が少し早かったと、取ったの、ね、ところで、さあ同点です。で得点取ったのは江村美咲選手ですね。これも飛び込んでいったが、解かずに福島選手のパラアドリポスト、江村選手なかなか珍しいアタックしましたね。あ、そうなんですか。普段ああいうのはなかなか見ないんですけど、ほう、それまして選手の特徴強みというのをねちょっと江村選手の方からお伺いしましょうか。江村選手はですね、結構スタンダードというか、はい、細かいステップから、こう攻めていくのがすごく得意でして、はい、タイミングももちろんうまいんですが、はい、長身を生かしたロングアタックっていうところも武器です。で一方で福島選手ですね、こう巻き込む系のですね、はい、パラードと言われる相手の剣を防ぐそういうアクションっていうのは非常に得意なので、まあ、お互い手の内分かってるんですが、それを出させないようにお互い やってるのかなっていう、そういうのすごいもったいないですから。そうですね、はい、さあ両者の動きが機敏になっていく。1ポイント。に出たというようなジャッジでした。しかし依然マッチポイントの江村美咲対する5点を連取しなければ勝利のない福島。大きいですね。シング、まあ、15ポイント、まあ、今回ね15ポイントでマッチということなんですけれども、その15ポイントの中でものすごい深いストーリーがあるのがこのフェンシングとですから、やっぱりね見どころ多いですね。前回の試合の結果から言うと本当にショックな、ね、ところもあったかもしれませんが、はい、この3点たっぷりかけるね2点目からというのが、ね、強いんじゃないでしょうか。おーっとここは斉藤、ね、選手点数が欲しいんですけれども、前に出てくるのが分かっているので鈴村選手の試合がしやすいと思います。うん、今のようにカウンターですとか落としです。手堅いが、偏っているので今鈴村選手が防御しやすい状況になってますね。はい、はい、草津選手はその辺うまくフェイントを使っていった方がいいと思います。はい、
これはうまく。なるほど、今後に、ね、期待ができる今、ね、伸びている中でも実力をしっかり持って、ね、はい、日本代表のチームということで、さあ、一応ね、総監督とは言わない選手たちはね、日々やっている中で、その場をね、はい、こういったサンデーカップで試させてもらえるっていうね、この協会の心にいかがでしょう。はい、特に、まあ、今斉藤選手の気持ちをこう切り替えていく、うん、はい、こういう時間に選手を当ててますね。はい、まあ、別に遠慮する必要はないですよね。そうですね、はいはい、大事な一試合ですから。さあ、ここで鈴村です。これは攻め切った。これはもう持ち味、そうですね、長さを生かした攻撃と、はい、これは斉藤選手は避けて、はい、さあ10、さあビデオジャッジ終わりました。判定はいかに、けどもこうアクションを仕掛けているところをこ う, うまく集中切らさないでつなげていきたいですね。さあ勢いよくいった。さあ、さあ、そしてアレがかかる、隙間を刺した、取った、アレがかかってお互いに飛んでった。仕切り直しです。さあ、その国王真央選手、高校生ですが、まず吉田さん、健人選手の強みからお伺いしましょうか。で、真ん中の立ち合いの部分、のアタックっていうところが得意な部分になるので、はい、まあ、そこをうまく自分の中で。さあ、対する高校生です。全日本今年のチャンピオンですよね、国王真央選手の強み、この子のポテンシャルというのを、ね、ちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。国保選手はですね、見てもらった通りですね、ものすごくバネがある選手でして、はい、もちろん吉田選手にも劣らないスピードはあるんですが、はい、まあ、その思いっきりの良さっていうところっていうのが、すごく武器になってですね、はい、まあ、今は高校生ということもあり、まあ、全日本チャンピオンではあるんですが、はい、怖いもの知らずというところで、あ、その、ね、怖いもの知らずというのをいい、そうさせないために吉田選手はどんどんアクティブに前に出ていくっていうところの展開になりそうですね。いや、まさにフレッシュでいいですね、はい、と言ってるところで、こういった小一選手なんですね。あ、そうなんですか、はい、なるほどね。やっぱりこういうライブで見てくださってる方々もですね、マシャルチームというか代表選手もこうかなり3対4ですね、1点差、少し縮まっています。ここも勢いよく、さあ4対4、同点です。早いですね、スタートから早いので、もうすぐ早いですよね、吉田選手ね。吉田選手の特徴ですね、足首非常に硬いんですよね。硬い、はい、硬いとですね、はい、こうしっかりこう強さが伝わりやすいんですね。ほう、柔らかくてゆるゆるの選手って、こうしっかりこう踏み込んでもなかなかこう自分の体のスピードに乗せれないんですが、硬くて柔軟性がある方がいいって思いガチなんですが、いや、もうまさにね、まあ、そうですよね。そうじゃなくて硬いっていうのも、まあ、部位にもよるんですが、ほう、あると、はい、引き分けになることもあります。こともありますと、はい、ほう、ということはやはりその、まあ、権限というか強いのはやっぱメインの方。そうですね、うわ、飛び込んだ、けど避けた、ラリー続きますね。いや、すごい今レベルの高いもの見ましたよ、お互いに冷静にするか、距離を取るのか、選択難しそうでね。そうですよね、どっちも大事ですからね。森選手、徳南選手と5本勝負なら一旦ちょっと止まってしまったんじゃないかって、その隙に吉田選手がサイド攻撃を仕掛けたと、はい、そういうような状況になりました。おっと、これは返したと、はい、はい、再び同点です。あったんですが、国王選手のアタックのフィニッシュが先に出たというジャッジですね。おお、どっちも早いんですけどね。いるなんてね、まあ、そうですね、それがまあサーブルの醍醐味でもあるので、そこら辺の勝負ですからね、まあ、難しいところではあると思います。確かにおっしゃる通りです、気落ちせずにこのまま集中力を持続していきたいところですよね。まあ、こういうところですよね。そうですね、ここで飲まれてはいけない。やっぱそ、はい、まさに今12対10と2点差、2点リードの国語真央高校生。
おー、ナイスアタック。プライドが許さない吉田健太、はい、パターン出るとすごくいいんですけど、はい、今のがね、一つ強みであったねところが出たと、はい、さあ、力強い剣の振りから返したのが国母真央、13対11。はい、プレイパーション、うん、さあ、両者譲らないですよ。いやー、すごい試合ですよ。はい、叩いて田村選手ですね、ちょっと、怪我もあったので、その試合感覚の、試合、ちゃんとした試合の感覚も含めてですね、まあ怪我の治り具合だったりとか、自分の調子だったりとかっていうところで、試せる場だと思うので、そういうのが表情に出てたのかなって、僕は思うのかなって、僕はそう感じました。なるほど、見たかったな、その田村選手、画面右です、1対1、ちなみにどこを怪我されたんですか？おそらく膝あたり、膝、はい、ちょっと負傷しているので、まあ、リハビリを頑張ってたりとかですね、もちろん練習もしてるんですが、その中でも、まあ、自分のやれることとかっていうことを、まあ、日々コツコツやっている努力家ですね。おー、まあ、膝という怪我はどのスポーツもそうかもしれないんですが、大会かもしれないですね、うん、特にこの2人ですね、普段からも、はい、すごく仲いいので、まあ、やりづらさもありつつ、はい、まあ、なんかいいライバルというか、いい関係性で、はいはい、まあ、戦えるんじゃないかなと。さあ、それでは画面左ですね、試合の方はただいま4対2と、田村選手がリードしているんですが、画面左、青木千佳選手、徳永選手、高校そうですね、福井県の、はい、そうですね、なのでその時からずっと知ってるというか、ずっと一緒にフェンシングやってきてる後輩ではあるので、どんな選手なんでしょう、スピードで相手の懐に入って切り込んでいくっていうスタイルなんですが、はい、それを田村選手出させてないですね。あ、その出させない、相手のスピードを生かさと、このままの展開で15本を迎えそうなので、はい、何かしらこうアクションを入れて変えていきたいですね。さあ、先ほどから徳南選手が大事と言っているのが終わりまして、最初のポイントは青木千佳、これは田村選手のみのランプがついたって形ですね、うん、お互い切りに行ったんですけどね、はい、いるのか、しかしリードは9点で田村紀香選手がリードしています。最初もですね、田村すごく戦術としては、はい、ハマってますね、はい、これですね、この後に、切りかかった時の状態ではありますね、青木選手2本連続同じような形なので、いや、うまかったですね。こう見るとやはり膝の怪我の状態っていうのは順調に今回復に向かっていると、そうですね、なんかこう見てる限りでは、そのなんか怪我とかっていうのはこう、全然こう思わせないような動きされてますよね、田村選手、こう踏み込めてると言いますか、そうですよね、まあ、しっかり動けてるイメージであるので、攻めながらもうまく返せている、はい、まあ、青木選手と少し離れるので、うんうん、少しでも自分が勝ちっぽい、ものに関してはどんどん積極的にリレーを使ってやっていくっていう、そういう思いだったと思うんですが、そういうところで解説していただきたいと思います、ちょっとね、聞きづらいんですが、あ、ちょっと試合始まりますね、はい、あれがかかりました。まず最初のポイントとリーチかけてたんですけど、そこからまくられてしまって、まあ、それがすごい悔しかったので、まあ、絶対もう一回チャンスがあるならやりたいなと思ってたので、今回そのチャンスがもらえたいなっていう思いで、なんとか勝ててよかったです。はい、まあ、その中で迎えた今日ということでね、まあ、勝てた結果に収めたんですが、試合開始最初からもう勢いが、もう意気込みが感じられたね、ゲームでしたよね。はい、そう、やっぱり斉藤選手はすごくするのを知っているので、そうですね、やっぱそれに絶対最初から負けちゃダメだなと思ったので、はい、もう最初から結構こうガンガンプレッシャーかけて勝負していったのが、まあ、今回はうまく僕がというかやってくれてよかったね、本当に。そうですね、やっぱりこう試合がなかなかなかったので、自分が今までこうコロナの中でもしっかり練習してきた結果をこう出せる場所がなかったでね。試合の方を見ていきましょう。3対3の今同点となっています。画面左、敷根貴弘、そして画面右、長野雄大です。
さあポイント取ったのは代表の中でこの2人を見て、鈴村選手からどういう風な選手に見えますか。そうですね、やっぱり敷根選手はこう、そういった上手なフェンシングを見せてくれた。対して長野選手はじわじわと相手を追い詰めて仕留めると返すと。そうですね、ことだなと思ってます、本当にね、今視聴ご視聴中の皆さんも思ってると思いますが、日本のフェンシングメダルを獲得するというのはね、本当ここで伝えさせていただきます。ぜひ東京2020でね、頑張ります、はい、ぜひ応援お願いします。はい、ということで男子今日の最終試合です。今回は少し敷根選手がこう、権利を持っているんだけど、まあ、つけてないっていうので、はい、まあ、中野選手がうまくポイントを重ねているので、はい、少し敷根選手を直します。敷根選手としてはもちろん攻めも上手なんですが、相手を見てから繰り出すカウンター返しというのは非常にやられたことはありますか。何回もあります。あ、何回もありますか、はい、僕やってる側からするとどんな景色になってるんでしょう。そうですね、僕身長182センチあるので、なかなか上から疲れるっていう、あ、視界の中に下半身が映っていて、はい、それで背中をポンって疲れる、背中についた鈍痛というか衝撃があると。はぁ、はい、マジかみたいな感じで、その時にはもう、あ、やべ、止められたと思ったら背中にちょんって上手に疲れてる感覚でそれは真似できるものですか。いやー、まあ、やろうとしてできるものですか。やろうとしても、まあ、できなくはないんですけど、はい、やっぱりそこまで対応はできないので、まあ、綺麗には決めづらいかなと。そうですね、まあ、前回あの14本目で、今年の決勝といっても過言ではないこの前回勝者の戦いです。14対4。今のですね、ついたポイントで、さあ画面右、長野雄大選手、わかんないんですが、あそこでね、戦ってる者同士のこの剣の動きの攻め合いというのは非常に繊細なものがあります。うまく決めた。